はい、皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。今回もね、トモシビの星やっていきましょう。マリオで難しいですね。行きましょうか。ちょっと待って、あ、先ここやるか。あ、ゲスト、ここのゲスト倒したらちょっと雲が切り開くんで、一応ねマップ開いておきましょう。まずじゃあここからやっちゃいますか。適当にゲストぐらいね、マリオが負けるわけないよ。まあよくゲストにやられますけどね、マリオだったら。本当の全員ふわふわしたジャンプになる。だってやだねー、ゲストイカたちだ本当の。うわっ、あれ、こっちは重力変更されてんだね。あ、相手がふわふわしてるだけか。ああそう、なんかスローモーションになってるみたいだね。待って、制限時間あった。なるほど、遊んでる場合はないと。全然攻撃はしてこないね、なんか。でも空中攻撃メインで行きながら、オッケー。めっちゃふわふわしてるやん。なんだこれ。やったぜ。ゲッソクリア。重さ減少ですね。さあ下が開きます。どんなマップが広がっておるのか。おっと、うわー、そういうことか。ここポケモンエリアだな。じゃあなんとなく、じゃあこれなんかポケモンのどっかの島行くんかな。赤くなってるけどね。なるほど、これラプラス必要なんだね。じゃあ、あ、なんか下マップすると下に橋みたいななんか線が出るね。なるほど、これじゃラプラスで行くわけか。じゃラプラス今いないからダメなんだね。よし、じゃあ桜島行こうか。勝手に名付けてるけど。はい、じゃあ今回この辺クリアしていきましょう。言うて4つしかいないんで、すぐ終わっちゃいそうだね。行きましょうか。マムーマムーがこんなところへ。マームーがキングクルールなのはね、マジで似合ってる。ピーチがいるんですか。ピーチは何を表してるの。普通にピーチなのか。マームー別にそんななんか弟子みたいにいなかったよね。やめなさい。うわっ、やってくれるじゃん。うわっ、やってくれるやん。普通にオンライン対戦みたいなことやんだな。コンピューも今作のコンピュー面白いからな、そういうことやって。レイガン持ってんの、ピーチさん。ほら行ってこい。えやったぜ、マムゲット。野菜を食べさせなきゃ。あ、野菜を抜くからピーチなんかな。でも敵だからな、マムの味方になってるから。じゃあどうしようか、先こっち行くか。おっ、ディントス。はあ、はあ、はあ、まあ、天空の方のこの桜島にはこんなところにいるわけですね、ディントスが。デデデですか。ハンマー持ってるからね。ほら、行きましょう。ほらハンマーだ、ハンマー。あー、やばい、やっちまった。あーっ、あ、とりあえずすいません、あのくしゃみして、くしゃみはあのちょっとあのハンマーが面白すぎてわざとしました。やったぜー、ボンバーは強い。マスタースピリットゲット。そしたら、こいつは何をしてくる？修行ですか、やっぱり。道場ですね。およく来たの。わしのリュフが習得する、こんな効果が得られるぞ。アイテム、攻撃力、回復量。通常技、必殺技、投げ攻撃力がダウンしちゃう。それは結構致命的だぞ。
行ってこい。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 じゃあな。いつでも待っておるぞ。さあ、こっちも行けの？あ、これ虹色ポケモンがあってね。もう関係ないじゃん、もうじゃあ。鳳凰いらなかったね。こっちから来れるんじゃん。逆回りして。あフライングマンですか。そういうエリアなのかな、ここは。じゃあ。これがいいね。護衛は残しても OK。ネスがいるわけか。お、フライング。絶対そこにも出てくるでしょ。いや、ここに出てくるやつは絶対味方にしたいな。やめろ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 。あ、出てこなそうだな。え、ストックが5あるの。お、戻ってくるんだ。5回ね、5回戦うんか、こいつと。あー、やべ。そう考えるとちょっと HP も最初は結構、ね、余裕があるけど、だいぶ危なくなってくるよ、それは。とりあえずネスは倒しちゃうぜ。護衛は倒さなくてもいいって話だけど。OK。そしたらこいつグッドが50か。ってことはまだ200あるってイメージか。だいぶきついね、そう考えると。あー、マジか。お、いけ。 HP 戦のバリオファイナルが強いよ。あれ、そんなにセンサー爆弾仕掛けなかった。 OK、 60か。え、だいぶきついな。バナナガン。うえ、危ない。吹っ飛ばさなくていいんだから。いやー、マジか。たまるのか、それは厳しいぞ。うわー、そんな大天空みたいなことしなくていいよ。わ、ここまで突き落とされるの。よし、あと2つか。100あるってことか。あー、まあいけなくもなさそうだけども、だいぶ難しいね。お、いいぞ。 OK。 あと50か。いける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 。あ、おお、来たー。そっか、これも持ってたんか。勝ったやん、もう。はい、お疲れ様でーす。はい、じゃあなー。上投げで吹っ飛ばすっていう、かっこいいな、マリオ。万歳してたよ。フライングマンゲット。ヒダメージ 30%30% 受けた状態で現れるってこと？で、何の代償も、代償があって、何の効果も得られないってこと？何それ。数字が強いんかな、じゃあ。さあ、そこへ待っているのは、じゃあ誰だろう？ネスなのか、やっぱり。じゃあ、ネス倒して今回は終わりかな？だいぶ早いけどね、そうすると。どうすか？ゲノセクトとかちょっと育てると、いい感じの数字作り出してくれるんじゃない？オッケー、7600か。大して上がってねえね。あ、あの、いい感じだね。ネスと同じ値になったね。よし！さあ、マリオ VS ネスですね。さあ、64からいるメンバーなんで、まあ、だいぶ強いでしょう。やめろやめろやめろ。
っと野菜炒めしないで。さあ戻ってきて、ほら、はい。うわー、これちゃんとねマリオなんだからマントル返したいね。よし来た。よし、おい、じゃあね、早いね。オッケー、レース参戦やりました。さあ、これでここは終わりかな。はい、ありがとうございました。ちょっと今回の動画短いね。そうするとあと1戦ぐらいなんかやっとく。まあこの辺は一気にやりたいからね、いっか。次回どうせよね、この辺とりあえず右側攻めていくか。 あそこが行き止まりだからあの辺まで一気にやっちゃうか。はい、ということで、じゃあ今回はなんか桜島あたりを勝手に名前つけてるけど、これ多分技をイメージしてたんだろうな、ネスのエリアを。はい、ということで今回そこをクリアしました。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。